中日ゼロの 2DNA、6日、バンテリンドーム、中日が最終戦で完封負け、球団ワーストを更新する3年連続最下位となった。写真、チームを去りゆく指揮官とがっちり握手2人の笑顔が美しすぎる。感慨深いシーン、試合後のセレモニーでは、2軍調整が続いていたビシエドが一塁ベンチからサプライズ登場。大型ビジョンにその姿が映ると、 ファンからどよめきが湧き起こった。ビシエドは場内一周する選手に加わり、近寄ってきた立浪監督に気づくとすぐに脱帽。笑顔を浮かべて握手を交わすと、左手でポンポンと立浪監督の肩を叩いた。さらに脱帽しながら全コーチ陣と握手し、小田コーチとは抱擁を交わした。来日9年目、中日ファンから絶大の人気を誇るビシエドだが、 立浪政権の3年間は出場機会が徐々に減少。今季はチャンスが少なく、わずか15試合の出場にとどまった。ビシエドの最後に客席では涙するファンの姿もあり、スタンドから歓声が送られた。SNS ではとっさに脱帽したビシエドの姿にファンが注目。帽子取って笑顔で立浪監督と握手できるビシエド。 成人にも程がある、ビシエドと立浪監督の挨拶が一番感動した、人間としてスポーツマンとして素晴らしすぎる、ビシエド対談は普通に辛い、などの声が上がっている。